ユーラシアステップ対ユーラシアステップとは、ユーラシアのおける広大なステップのエコリージョンのことで、ある。モルドバからウクライナを経て、シベリア、モンゴル、満州へ広がり、ハンガリー、プスタに飛び地上に分布する。ユーラシアステップは、ヨーロッパ、中央アジア、中国、南アジア、中東を経済的、政治的、文化的に貿易ルートによってつないできた。有名なものに、 草原の道、古典古代から中世におけるシルクロード、現代のエウラシアンラントブリッジがある。長らく木は遊牧民国家の繁栄の場であり、歴史的に多くの部族連合や古代国家が交流した。郷土、スキタイキンメリア、サルマタイフン族、ホラズム、ソグド人、戦費、突欠汗国、モンゴル帝国などが有名である。 カザフスタンのステップユーラシアステップは馬の家畜化が始まって以来騎馬民族の活動の場であった。クルガン仮説によれば6500年ほど前に騎馬民族であるインドヨーロッパ語族が南ロシア平原から拡散した。紀元前1000年以降になるとトュルク系民族が繁栄、11世紀頃からはモンゴル系民族が接見した。現代では純粋な騎馬遊牧民は 非常に少なくなっている。ありがとうございます。